日田義介、脇屋義介は、鎌倉時代末期から南北朝時代初期の武将、日田朝氏の次男、日田義貞の弟、兄の義貞に従い、鎌倉幕府の倒幕に寄与するとともに、兄の死後は南朝軍の大将の一人として、北陸、四国を転戦したが志半ばで死去した。上野国信殿軍に生まれ、長次た後は脇屋に寄ったことから名字を、 和気屋と称した。現行3年5月、兄吉貞が日田僧にて、鎌倉幕府打倒を掲げて挙兵すると、関東近在の武家の援軍を慶け法上氏率いる幕府軍と戦う。鎌倉の陥落により、執権法上氏が滅亡した後は、五代醐天皇の京都への勘御に伴い、上落。諸将の論功交渉によって、同年8月5日、聖五位下に上位され、 左へ門の差に任官した。また、同年、一時期、駿が守るにも部任され、以後、兵庫助、伊予神、様権の神、壇上大室などの官職を歴任した。また、この頃設置された、武者書では、兄の吉瀬田が、頭に,に干せられたのに伴い、吉助も武者書の構成員となり、同所五番となった。その後も常に吉瀬田と行動を共にし、 各地で転戦した。延元元年、剣武三年、行武京に転任。剣武の乱では、箱根、竹の下の戦い、港川の戦い、大海の戦い、当主用な戦いに多く参戦した。延元三年、剣武五年に、吉沢が、不慮の戦死を遂げると、越前国の宮方の指揮を引き継いだ。兄、吉沢亡き後の軍勢をまとめて、越前黒丸城を攻め落としたものの、 結局、室町幕府軍に敗れて、越前から退いた。延言4年、略王2年9月には、14下に少女する。広告元年、前年に、越前で敗れて、美濃のネオ城に籠もっていたが、時来園らの軍勢に攻められて吉助は、尾張へ移り、厚田神宮の大宮寺に助けられた。そして、尾張の端先の神宮領で整えて、回路伊勢に渡り、伊賀を経て、 吉野の五村上天皇の暗宮に散大した。吉助は、熊野の海賊の平成3 0余世で、淡路の沼島に渡り、淡路の七将を所領としていた、安間、七、小笠原の一族に迎えられ、そこから小島に着いた。ここは、佐々木信種や沼島の豪族、梶原二郎がすでに南朝方に加わっていたので、平穏に、伊予まで行けたのである。広告三年。 光栄元年、中国、四国方面の総大将に任命されて、四国に渡り、伊予の土石、氏、徳能氏を指導し、一時は勢力を振るったが、伊予国府で突如発病し、そのまま病没した。去年三十八、墓所は、倉吉宇つぶの大場すら。太平記巻十において、中西部指導について語っており、弓矢の道、死を軽んじて、なおおもんずるをもって、きと、 セりと考えを示している。また、同書では吉シを助ける良き弟としての姿が描かれている。1883年8月6日、十三サンミ増員。1933年、兄、吉シサダの館跡と,と考えられている、群馬県大田市の安養寺から脇やヨシを追悼する痛みが発見された。主寺には、金霊が塗られていたが、北朝年号であったことから、 新願論争が起きた。現在では、北朝方についた日泰一族が建てた本物と考えられている。この痛みから吉助の正確な生没年月日が判明した。日田市発祥の地である群馬県大田市と脇屋吉助が病没した地である愛媛県今治市は2002年に姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。